敵です。戦いますか？はっ。敵がいっぱいです。かかってこい。やっ、っ、楽勝だ。レイズさん、僕のこと。やるだろ。魔物を有効活用ですよ。楽勝だ。もう終わりか。敵がいます。どうしましょう。敵がいます。どうしましょう。まだまだ。敵が4体出現。飛ばした。ミッパーを回しましょう。やるだろ。終わりだ。ラクシさん、すごい。やるだろ。しましたよ。はっ。最後のピンになりました。もっと頑張りです。あ、扉ですね。敵です。戦いますか？敵です。戦いますか？敵を発見です。こっそり進みますか？敵です。戦いますか？敵がいます。どうしましょう。セーブしておきます。間違えないでくださいね。カタミ、ヤシノさんもいます。おい、気をつけろ。ここにも嫌がったな。待ってろよ、今助けてやるからな。敵は一体です。ラッキーエンジン、俺が本気だ。暴走の力を今こそ解放です。レイジさん、作戦攻撃さすがです。これでも二重ピットです。もっと、ことみ、無事か？ヤシノさん、よかった。気がついたか。気づくも何も、あれだけ横で暴れられたら誰だって起きるわよ。皆様ありがとうございます。礼はいらねえよ。なんでこいつがいるのよ。覚えてたんだな、こいつはレイジ。わけあって一緒に行動してる。リュウたちのことも助けてくれたんです。怖い人に見えますけど、悪い人じゃなさそうです。ふーん、そう。今度のジョーちゃんは寝起きが悪いみたいだな。次はもっと静かに起こしなさい。お嬢様、お礼が先ですよ。まあ助かったわ。レイジ、お礼に名前を覚えてあげる。お礼が逆だっつの。お嬢様の分も改めてお礼を申し上げます。助けていただきありがとうございました。だから礼を言われるために助けたわけじゃねえって。だが礼の代わりに一つ聞かせろ。ジョーちゃんたちはなぜここにいるのか覚えてるか？自警団と戦ってたらカノンが現れたろ。その後のことだよ。さっきあんたたちが戦っている時に記憶を整理していたのだけど途切れているわ。カノンが現れた以降の記憶がさっぱりよ。お恥ずかしながら私もでございます。手がかりはゼロか。レイジさん、
しかしてリュウたちを連れ去ったのって、タイミング的にもカノンじゃないのか。だがそれじゃいろいろと辻褄が合わない。あんたたち何を話しているの。あのな、アサヒ、次に行くぞ。そろそろ気づかれてもおかしくない時間だ。ちょっと待ちなさいよ。ふん、そんなことになってたのね。まあざっくりそんな感じだ。妄想管理局とか意味わかんねえよな。あら、あんたバカなのね。ちょ、バカって。理解する必要なんてないわ。ピンクマントも妄想管理局も八つ咲きよ。うわぁ、琴美さん、それはちょっと待ってください。どうして止めるのよ。あの、レイジさん、リュウたちを連れ去ったのがカノンさんだとしたら、管理局員さんたちがわざわざ妄想球を見張る理由はありませんよね。察しがいいじゃねえか。管理局もカノンを追っているのなら、みんなを閉じ込める理由はないよな。答えってやつはそう簡単じゃねえよ。さてと、次はあのガキのところだな。その前に私から質問よ。なんだ。人を探しているのは分かったわ。私たちのことを探していたらその人にたどり着くのよね。だったらあんたは何者なの。何者なんだろうな。ふざけないでよ。教えてくれよ。俺は何者なんだ。はあ？仲間を助けたいんだろ。だったら無駄話なんかしてんなって。セーブポイントです。記録は大事ですよ。まずいたわ、あいつね。え、琴美？なんだね、君は。私ね、寝起きは機嫌が悪いのよ。は？だからどうしたというのだ。八つ当たりさせなさい。あ、何をする？まだ三つ当たりよ。やめてくれ！ふん、大した相手じゃないわ。さ、行くぞ。ああ、派手にやりやがって。お気をつけくださいね、朝日様。寝起きのお嬢様は目がつけられませんから。どれか買いますか？開けるの。ここがあのガキの妄想か。ヤマトはアニメ脳なのよ。本当に悪趣味ね。趣味思考が中学2年生ってわけか。言動も見た目も身長も全てが中2で止まっているわ。ヤマトさんがいなくてよかったです。こりゃ完全に喧嘩だったな。セーブポイントですし、少しお休みしませんか。はっ。あ、敵は3体です。飛ばしてくれ。はっ、やるだった。はっ、楽勝。やるだ。はっ、宝箱がありそうです。中身は何だろう。敵がいます。どうしましょう。敵です。戦いますか。敵がいます。どうし、敵です。戦いますか。
がいます。どうしましょう。まだまだ敵です。戦いますか。敵が2体出現。先手はこちらですよ。これでも楽勝。やるだ。終わりだ。敵を発見です。敵が4体出現。でもこちらが神聖です。ぶっ止め。レイジさんのキスです。やるだろ。若者を有効活用ですね。扉を進むのでしたら気をつけてください。セーブポイントですし、少しお休みしませんか。この扉から進みますか。発見です。敵がいっぱい。ちょっと不安になります。エナジーモード発動できちゃいます。やるだろ。宝箱がありそうです。中身は何だろう。敵がいっぱい。ちょっと不安になります。楽勝。やるだろ。アサヒさん、4体も倒しちゃいます。扉を進むのでしたら気をつ…いっぱいいます。負けないでくださいね。かかってこいよ。これでも…アサヒさん、不安。残すは一体です。これで最後ですよ。敵を発見です。こっそり進みますか。敵を発見です。こっそり進みますか。敵です。戦いますか。あ、扉ですね。開けちゃいます。アマド、のんきに寝てるんじゃないわよ。でも無事そうですね。さっさと叩き起こすか。みんな身構えろ。あちらは1体ですね。勝てちゃいます。楽に行こうって。どけ。エナジーモード発動できちゃいます。いや、
皆さんの仲間なんで。これで終わりだ。仲間け。やるな。この僕でも少しは役に立てるかな。おい、ヤマト、大丈夫か？大丈夫でしょうか。あと3分だけ。どんだけ寝るつもりよ。あ、ヤマト、学校の時間だぞ。ヤマトさん、おはようございます。なんでみんながっていうか、なんでここに。え、あれ、はぁ、何も覚えてねえ。お前はあの時の、なんで橘たちと一緒にいるんだよ。実は僕もいたりします。え、なんで。なあヤマト、どうしてここにいるか覚えてないか。確か自警団のアジトに乗り込んで、そしたらカノンのやつが出てきたんだ。そうだ、あいつはどこにいる。もしかしてもう倒しちまったのか。手がかりはなしね。あさひさん、あそこに誰かいます。あらてか。ピンク、おいらまだ眠いち。起きなさい、変態ピンク。ちおはよう、ピンク。なんでアサヒがいるっち。ピンクも無事だったんですね。なんでオイラここにいるっち。この変な生き物はなんだ。変な生き物じゃないっち。プリティでキュートなマスコットっち。オイラはサキの由緒正しき使いまっち。サキ、そいつもお前らの仲間なのか。サキはその我々秋葉原自警団は4人ではない。諸君らに新メンバーを紹介しよう。どうして自警団に。意味わかんねえな。ち仲間じゃないんだな。ええ、そうよ。コトミ、そんなことないっち。サキは必ず帰ってくるっち。あら、そんな人いたかしら。自警団を選んだ裏切り者なら知っているわ。ち、俺たちの仲間だった。そういった方が正しいのかもしれない。まあ、帰ってきてはくれないのでしょうか。きっとあそこが秋葉原自警団があの女の居場所なのよ。違うっち。さっきの居場所はここだっち。あの時、俺には少しだけ寂しそうに見えたんだ。リウモです。なんだかサキさん、とっても辛そうでした。よく、わかんねえな。俺は、お前らの喧嘩に興味はない。ただ、仲間は全員戻ってきた。それでいいな。ふん。それは…朝日…葵さん？自警団。おい葵、どうしたんだ。助けて、お姉ちゃんたちを助けて。もしかしたらって期待してた。一緒にいられるのかなって。だからね、とっても残念だったんだ。だってみんなのこと大好きだし、みんなと一緒に戦いたかったな。でもね、自警団にはそれができなかったよ。どうしても一緒にはいられないの。生まれた時から決まってたみたい。
なんてちょっとセンチメンタル。楽しかったよ、みんなと出会うことができて。だからね、出会ってくれてありがとう。